風が吹いてる。そう、雨大丈夫だった？え、雨降ったん？降っとった？あ、昨日？昨日は傘持ってったけど結局降らんかった。グッズめっちゃいい。え、そうなんよ。そう、さっきさツイートしたんやけど、皆さんグッズ見ましたか？グッズ見ましたか？グッズめっちゃいいやんな。めっちゃお気に入り。なんかさ、特にこれおすすめみたいな言いたいけど、もう全部おすすめ。え、ネット販売なんか今んとこない説ある。あるんです。ちょっとさっきまで寝とったけ。おはよう。そうなの。でもあのさ、グッズめっちゃお気に入りじゃけんさ、みんなにゲットしてほしいけん、ファンミの時だけじゃなくて他の時も売ったらいい、売ったらいいなって思う。次まだ健在ですね。そうなんよ。なんかさ、いい感じにちょっとずつだけ残っとって、今が一番ナチュラルで好き。ちょーちゃんサマステ出る？え、出るよ。サマステ楽しみだね。これさ、可愛い剣見てほしい。ジェラピケの白熊。シナ様のファンクラブ。え、入ってよ。入りなよ。入りなよ。入れ入れ。違うの、やっぱ髪短いのよ。ほんまに？わかる？これ。確かになんか今日の髪型ちょっと髪短い人そうスッとさせるような。うん、これは今日はテレビ派のロケだったので。なんかさ、いつもロケん時おろし系にしてもらうんやけど、ちょっとさすがに熱いですわってなってまとめてもらいました。え、ほんとにさ意味わかんないぐらいさ熱々だったね。メイクは自分。え、でもいつもさシュナの時はめっちゃピンクメイクやったし、シュナになる前の時も結構ピンクメイクだったんよ、ずっと。そう、でも久々に
ピンクメイクじゃない、なんかアイシャドウとかブラウンにしてみたいなと思って、今日メイクさんにアイシャドウブラウンの借りてやったよね。いやもうほとんど取れとるか、ほとんど取れとるやけど、ブラウンいいってなって、今日さ帰りドンキ寄ってさ、お母さんといるものをいっぱい買ったんよ。なんかなくなっとったけんさ、メイク落としとかで、アイシャドウも買いました。え、そうなん、東京は土砂降り、なんてこった。皆さんお気をつけてください、本当。そうなんだ、知らんかった。カラコン入れてるよ。かな、ジャケさ雨の心配してくれたんかな。爪がシンプルになって、爪これかわいい。シンプルやけどなんか綺麗で、めっちゃいい。そう、髪まとめとる。え、あのさ、もうすぐしたらさ、あれよ、浴衣、広島浴衣あるやん。あ、ペンギン、東京のスワンさん、ペンギンなんだっけ、 DJ ペンギン DJ タワーありがとう、ありがとうございます。東京のスワンさん、ペンギン、ペンギンタワーありがとう、うん、ありがとうございます。え、そう、広島浴衣あるわと思って、しかもさ2日間やけんさ、そう、超楽しみ、超楽しみ。ほんまに段の髪型しよっかなと思って、浴衣何色かな、え、何色だったっけ。でもいつも何番の何が着たいみたいな、もう浴衣の資料がドワーってきて、その中から選ん、なんか第4希望ぐらいまで出して出すんよね。今回はいけんさ、多分ラッキーだったら第1第2希望が着れるんやけど、どんなにしたっけな。でも大人っぽい感じに一個した気がすると。どんなんかいな、なんか、どんなんかいな、ね、でもめっちゃ可愛いのを探し出しました。じゃあ黒か、あ、黒かも。一個は黒系にしたかも。あのさ、もうほんまに覚えとらんのよねなんか一個黒系だった気もするし、なんかちょっと水色系だった気もするし、何したっけ、悔しい、こんな忘れてしまった。でも黒系入れた気がする。あ、第三規模にしたっけな、ちょっと忘れたお楽しみです。黒は絶対第一希望か第二希望か
第三希望のどっかに入れたんですよ。でもさ、こういう時多分さ、あの先輩特権というか、ありがたいことに多分一期生から当てはめてくれとるけ、運営さんが。大体結構希望が通ることが多いんよね。やけんさ、どこ何番に入れたっけって感じ。でも楽しみ、全部可愛い浴衣そう選んだっけ。浴衣自分で着れんけん、そう着させてもらう毎回、ああいうさみんなで浴衣みたいな時。楽しみ、浴衣。うん、明日からめっちゃ忙しいね。あ、え、そうなんよそっか、みんなもわかるね、明日からのスケジュール。私の明日はレッスンとチャートリー公演があって、次がサマステで、その次がナイトクルージングみたいなやつで、でそっからの広島お話し会からの広島お話し会からのあれや、徳島のフェス。すごい、私としたことが珍しく1週間分ぐらいのスケジュール言えた。え、これ結構奇跡普段全然覚えてないから結構奇跡が起きました。今確かに明日から何日ぐらいやろ、結構バタバタや。ね、マジで昨日は、今日さロケだったんやけどさ、昨日は今日がロケのこともう覚えてなかったんですよ。覚えてないというか、あのチクチクロケがあるのは知っとったけど、あ、明日かって感じだったのね。やけ奇跡、ほんまに。10日連続休みもらえたら逆に不安になる。10日はさすがにちょっと不安になるけど、なんかSTU 夏休みみたいなは欲しいなと思う。よく福ちゃんと話す、なんか2週間ぐらいメンバーも運営さんも全員絶対休みみたいな。え、そしたらさ海外旅行とかも行けるやん。今さいつが休みかよく分からんし、休みだと思っとって予定入れとったら急にお仕事入ったりしたり。じゃけさ、旅行とか、それこそ海外とかさ全然予定入れれないの。そう、全然あり、何お仕事でさ忙しいのはありがたいけん、そんなそこまであれなんですけど、でも海外行きたい。プライベートじゃなくてもいい、仕事でも仕事でも行けたら最高やけど。そう、チュ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 
連絡来た時に今海外ですと返せばいいよ確かに、もうそしたらどうしようもないもんね。ナイトオンザプラネット額縁に入れたポスター、まだのチュ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 これはナイトオンザプラネットっていう曲なんやけどナイトクルージングって声にした時からずっと頭に浮かんどってそう、今日のおたんぬでメールで送ったことある気がする。クリーパイプさん、うん、え、キッカさんの話しよう急に。なんか言いたいことある。キッカさんが急に私に向かってってやってきたので、私ほんまになんだと思って、「え、何ですか?」みたいな。でそしたら「でやってきたの」ええ、これ、え、これ息をする心じゃないと思ってそしたらキッカさんが、そう、息をする心、もう定期的にこうやってくるんですよ。なんかさ、鏡越しに、隣の席なんや、楽屋がずっとでさ、鏡がバーってなったわけでさ、鏡越しに目あったりするんやけど、こうやってやってきたりそう、しかも歌も何回ね、なんか絶対に違う風に歌ってくるんですよ何回ね、あ、普通に息をなんか吸って、普通に吐いてないみたいな、なんか忘れたけど、なんか歌をちょっと変えて歌ってきたりさ、何回ね、し、もう最初びっくりして、え、なんでそのなんで知ってるんですかみたいな。でそしたら、このミュージックビデオは広島で撮ったんだよねみたいななんか私のインタビューも読んだらしくて、もう意味わかんないと思って、そうそう、大好き。そう、石田って呼ばれてるキッカさんのこと大好き。マジであんなに接しやすいお姉さん初めて。なんか大阪家族が見に来てくれとって、荷物をさ、あのキャリーじゃない方のバッグを持って帰ってもらったんよ、親に渡して。でそういう楽屋で、親来たけん荷物渡してこようみたいな、親来たわみたいな、ポソッと私が言ったんよ。そしたらそしたらキッカさんが、あのネットかぶってる状態、あのウィッグかぶるけんさ、網網のネットかぶって、なんかつるっとした感じになるんですよ、あのネット外したら。その状態で急に私が親とおるところに現れて、どうもキッカは家ですみたいな、お世話になってますみたいな親への挨拶もしてもう私こんなに
面白いお姉さんに会ったことないんですよマジで。こんなにめちゃくちゃ面白いし、なんか面倒見がいいし、でももう最高と思って、そう本当に面白すぎる。そうめちゃくちゃ素敵な人です。めっちゃ嬉しい、仲良くなれて。え？あと死ぬが口癖ってのも配信で聞きました。え、誰の配信？誰の配信？え、キッカさん？死ぬ！今めっちゃ無意識で言った。キンカさん、キンカさんが配信で言ってた。死ぬ。そう、キンカさんが面白すぎて、普通に話してる時とか LINE とかでも私死ぬってね、面白すぎ、もうあまりにも面白すぎたら死ぬって言うんですよ。そしたらキッカさんから、いやほんまに昨日かな、そういう言葉を言うとそういう時期が近ま早まるので、絶対言わないでくださいって LINE で来て、もうそれも面白くすぎて、そうめちゃくちゃ真面目な人なの？いや全然、あ全然っていうか、ずっとふざけてる人って感じ、イメージ。私が舞台終わって本当に楽しかったです、絶対またすぐ会いましょうみたいな LINE をしたよね。そしたらご縁がありましたら、あ機会がありましたらよろしくお願いしますみたいな。そう基本 LINE を丁寧、丁寧というかすごい他人行儀で、え、そう、ビジネスビジネスな感じで返してくる。面白い。もうほんまに全員がキッカさんに懐いてましたね。ほんまに楽しかった。そういう人がいると雰囲気も良くなりそう。え、ほんまにほんまにキッカさんの存在が大きかったと思う。それでもう女子楽屋もう全員めっちゃ仲良くなった。なんか私結構最初の方人見知りしとって、ほんとこう人見知りしてたんですよ。そう、おぎうさとも全然あんまり喋れんくて、でもキッカさんだけなんかさらっとした感じでナチュラルに話しかけてくれたりして、そう、そっから人見知りがなくなった、徐々に。そう、キッカさんには大感謝です。
そうだよ。今何時？うん。うん。お、ちょうど。ありがとうございます。じゃあそろそろお礼をします。うん。20位のりふみさん、19位世界へさん、18位中安さん、17位ポルダーアグリさん、16位おいでます元気さん、15位りょうへいさん、14位もや太郎さん、13位ミックさん、12位太郎さん、11位コーラさん、10位ジムジムさん、9位井上義弘さん、8位しろけんさん、7位つりけんさん、ラッキーセブン、うん、6位サファさん、5位クリオティーヌさん、4位ユリアピースさん、3位ナルドさん、シーシー、2位宮川和幸さん、ツーツー、そしてそして第1話、ヒュン、東京のスワンさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。えありがとう。このペンギンタワーもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとう。今日ほんま暑かったわ。なんかさ、ロケ聞き込みみたいなしてお店入るんやけど、まあ、そんなに外おったわけじゃないけどさ、でもめっちゃ暑かったね。じゃあスクショタイムして終わります。これかわいいけ、これ見せる、スクショタイムする。ということで、ありがとうございました。そう、今日はもうサクッと配信して、サクッとお風呂入って、サクッと寝るって心に決めて配信を始めたの。ということで、皆さんありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。